もしれないです。今回ですけどもゲオに来ております。で、まあ、ゲオといったらゲームが売ってたりとかね、漫画が落ちたりする、まあ、CD が落ちたりすると思うんです。なんでここ来てるのかというとですね、まあ、僕が関西帰ってきたっていうので、関西のいつも関わってくれてたおっさんたちに連絡したんですよ。最近元気ですかみたいな感じ で有楽者もベンティアも元気ですよみたいな、また撮影しましょうってなって、まあ、アイビスとも撮影しましょうってなってるんですけど、もう一人おっさんいますよね。アベレージ400万再生誇るすごいおっさんがいるんですよね。古本屋のおっちゃん、実はね動画3本しか出たいんですけど、全ての動画が400万超えというね怪物です。マジでバケモンなんです。そのおっちゃんにも連絡したら、おっちゃんから撮影は全然いいんやけど、撮影でテンション上げたいからスイッチのソフトを3、4本買ってきてみたいな言われたんですよ。ガチで言われました。スイッチのソフトがめっちゃ売れてるらしくて、古本屋で。だからソフトがあったらありがたいなみたいな、おねだりをされたんですよね、古本屋のおっちゃんから。で、僕たちはまあ全然いいですよみたいなで言ったんですけど、3本じゃなくてそれが100本あったらどんなリアクションするのか今回はドッキリ仕掛けていきたいなと思います。だから古本屋のおっちゃんにまず久しぶりに会ったっていうので、あ、じゃあスイッチのソフト3本持ってきましたよみたいな感じで売るわけですよね。で、古本屋のおっちゃん喜ぶじゃないですか。あ、そういえばまだ家にあったんですけどっていう流れから100本どんどん出していってどんなリアクションを取ってくれるのかやってみたいと思います。というわけでゲオでスイッチのソフト100本買います。いきましょう。わー、えげつかった。めっちゃ高かったぞ、スイッチのと。これやばい。何本ぐらいだと思う？入れて10万ちょいとかじゃない？この量なんやけど、なんと48万円。これマジやばい。 48? 見てこれ、シート。48万4616円、100本。もうやばいね、これ。うん、やばかった。普通に高、確かに5000円とかやもん。6000円。これ中古も入っとうけど、これやから、から中古やのになんかもう6000円だったからね、スイッチって高っ。ゼノブレードが中古やの6000円したからな。わけわからないって普通に。だめっちゃ人気らしいで、今スイッチの。ほんまに古本屋のおっさんが言っとった通りや。あー、うん、高いね。高いっぽいな。だから欲しかったんじゃない？古本屋でも売れとうっていうぐらいな。これめっちゃ喜ぶんじゃない？いや喜ぶやで。50万やで。いや50万倍やで。これ喜ぶやろ。絶対こんなんありえへんよ、普通に考えたら。まあありえへん。100本で50万円分買ってきたの思わへんや。これは絶対ビビるやろ。まあ、これをだから最初3本ぐらい渡して、うん、あ、実はまだ家やったんですけどっていう流れから、どん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 持ってくるっていう流れで驚かしていきましょうか。じゃあ古本屋行きましょう。はい、あのおなじみ古本屋に着きました。まず最初は第一陣、この人気ソフトっぽいやつら5本。これはね多分全部高いです、正直。もまずオデッセイね、ニワリオデッセイ、ゼルダ、スプラトゥーン2、人気ですね。はい、ポケットモンスター、ピカチュウ、ゼノブレード、これに関しては6000しましたからね。まずこれを普通に言われてたやつ買ってきましたよっていう感じで持っていってテンション上げます。で、この後に実はまだもうちょっとあるんですけどって言って、袋が3つあるんで、それを第一陣、第二陣、第三陣みたいな感じで持っていこうかと思います。さすが予測できないと思うんですよ、こんだけ買ってきても。だって50万使ったやん。普通だと無理や、予測できんやん。これはできませんね。じゃあ行ってみましょうか。俺も会うのもう半年以上かな。半年ぶりけ、分からんけど、半年ぶりぐらいな気がしますね。楽しみやな、あのおっちゃん。人やからない、いつも。あ、お疲れ様です。持ってきました、スイッチのソフト。ありがとう、久しぶり。久しぶりです。おっちゃんがその電話でスイッチのソフト欲しいって言ってたんで。ああ、前にね。はい、なんか持っていってあげようか言った時。そうそう、スイッチのソフトが弱いね。はい、これちょっとじゃあ持ってきました。売りますよ、じゃあこれだから。ありがとうございます、はい、久しぶり。1年ぶり。春ぐらいか、1回目。ああ、ほんとそれぐらいですね。どうした、東京の。東京いましたよ。でもおっちゃんの動画すごかったっすよ、反響。反響、はい、だってアベレージ400万いってますからね、再生回数。じゃあちょっとその5本仮定というか値段お願いします。どれぐらいですか？結構高いでしょ、言っても。高いでしょ、これは。結構値段するでしょ。多分そうやもん。ここに持ってたこと自体がちょっと間違いよ。いや、持ってきてほしいけど、おっちゃんなんで。いや、ほらそうやけど。はい、いや、まあ、安くてもいいっすよ、別に。そこはもう正規の値段、正規の値段でお願いします。ヒカル君価格任せますよ、そこはもう。僕は何でもいいですよ。一応表あるから、僕は決めるもんじゃないんやけど。ああ、なるほど、あるんですね、そういうのが。いや、予想はみんなパソコンでそうだ。これ多分高いっすよ。高かったもん、買った時。スーパーマリオですね、普通の買い取り。なんか恥ずかしいな、安かった2000円。ああ、でもまあまあまあいいじゃないですか。いいと思わんけどな。2000円高いでしょ。とか2000円ね。まあ高い、中古で2000円って。まあ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 。俺からゼルダの伝説を。はい、これは結構売れたやつやろ。でも売れたやつね、これ確か。今も高いんだな、これ。結構古い、めっちゃ古いもんな。うん、3800円。高っ。スプラトゥーン2、うん、これは高いんじゃない？これは多分高いと思う。今も人気やし、これみんな欲しいやつやろ絶対。うん、古いですか？今レペゼン地球ずっとハマってたやつやん、これ。いいか、
見ますか。2800。ゼルダの方が高いんや。次がピカチュウです。あ、これは高かったぞ。これ多分めっちゃ注目のコーナーに置いてあったから、これは高いと思うで。 EV バージョンもあるよな。あ、ありましたね。これはいいんじゃないかな。ピカチュウ、いやー2200円。多分ね、次が一番高いです。ゼノブレード2っていう。知っとけどな、中山入ってってあれしたけど、はい、これ一番多分高いです。これ多分買った時6000円した気がするな、確か。中古で6000円したと思う、多分。これ人気ないよ、そんな。ゼノブレード2、そうやね、3500円。ああ、高い。でもこんな高い値で買い取っても、これそれ以上に売れるんですか、やっぱり。はい、多分倍はもちろんつけられへんけど。これが3900、4900。結構じゃあいいですね。まあ、実はまだ他にも持ってきてて、何本かあるんですよ。持ってきていいですか。何を持ってくれた。あ、ゲームソフトスイッチの、ね、家にあったんですよ、まだいっぱい。これ合計14200円。結構いきますね。結構飾ってくれますね。これは買うててくれた。そうそう、おっちゃんのために。そうそうそう、おっちゃんがゲームないでって分けてくれるかいっていうだから。そう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 、今から持ってくるやつは家にあったんですよ。こんなもっといっぱい持っちゃったんで。結構ありましたね。やったんで、結構あったんで、持ってきていいですか。はい、分けてください、はい、ちょっとじゃあ持ってきますね。何持っててくれたん、スイッチ。まあ多分スイッチとか、結構僕らゲーム実況とかもしてたんで、いろいろソフトがあるんですよね。そんなにはないんですけど、一応何本あるんですよ。何本だ。一応何本か持ってるんですよね、実は。面白いな。何本かあるんですよ、実はね。何本か、いや、これ安く分けてくれたら嬉しいよ。ああ、そうです、何本かあるんで全部買い取ってもらって。ヒカル君の必要性をこっち感じで。役立ちますよ、これは。確かに、はい、まあ、お客さん来へんから売れへんけど、はい、あるいうだけで嬉しい。いや、よかったです、よかったです。初めの混ぜだからね、もう狙い。あ、オーケーです、オーケーです。これでも買い取ってくれますよ。そんなお金あるやろ、これ。こんな平均 2,3 年としたんで30本あったらな、はい、あるよ。9万ぐらいです。うん、これ寄せたらそれぐらいの。実はまだあるんですよ、時間に。ちょっと持ってきていいですか。持ってきて、はい、でこんな持ってくる人いないですか。うん、ゲームはこんだけないね。本やったら一時ね、ダンボールで5ケース6ケースいう時もあったけど、あの引っ越しシーズンとか。ああ、まあ処分するのにってことですね。これ一人は無理やわ。手取ってくれる。いや、こっちは結構ね、実はねありまして、これも全部これも全部なんですよ、これ。こちら任天堂ラボ。何なの任天堂ラボ。いや、わかんないです。任天堂ラボ、ラボ3つあるんや。ラボ3つあるんですよ。これは何ですか、新品ですか。新品もありますね。新品もあるんですけど、中古もあります。一応今回ね、おっちゃんに久しぶりやったんで、まあ、5本ぐらい欲しいって言われてたんですけど、ちょっと5本で足りないかなと思って、一応ソフト100本買ってきたんですよ。2020万。さっきゲオで買ってきたんですよ。結構かかりましたよ、ぶっちゃけ。えらいゲオ儲けまして。そうですね、普通に50万ぐらいいきましたね、全部で。ゲオなんか儲けのなんでええねん。いや、やっぱおっちゃんのためなんで、本気出さないとなと思って。え、時間大丈夫か。大丈夫です。ストーリートファイターな、はい、いや、これ一生懸命見よったら僕喋られへんわ。あ、いいっすよ。なんかゲオに置いてあるやつほぼ多分全種類買ったんで、2、3個ぐらい被ってはいるんですけど、ほとんど別のやつ買ってきてるんですよ、一応。同じやつ買ってきたら面白くないかなと思って。ヒカル君、手伝って。はい、何したいですか。俺、いや、僕寝ないよから帰って行って。あ、オッケー、ちょっとなんかこれを読んでくれたらええやばって。はい、ゼルダ無双。懐かしい、懐かしい。行かないかもしれない、これ。3000円。高い。終わったやつ、こう、どっかどけで行く。そうっすね、そうっすね。で、マリオカート8デラックス。こんな調子で終わるかな。マリオカート8デラックス、3300。うわ、高っ。いいっすね。スイッチどこに行ってん。あ、これだ。あ、ほんと、すごい。おじさん乗って、恥ずかしいから。財布4つしかないの、スイッチの。スイッチの。少な。結構高いっすね、やっぱでも全部。少なすぎるやろ、4つは。太鼓の達スイッチバージョン。太鼓の達は一緒っすね。3000バケツ。ああ、2個になるとちょっと減額になります。両方3000円してください。極端に言うたらね、2個目になったら2個目売れる頃にはもう値段下がっとうからね。なるほど。ダークソウル。ああ、少しスイッチであるんですね。懐かしい。100本やろうと思ったら、あと1時間ぐらいくれたいな。いや、そういうのも嬉しいね。嬉しいそう思っててくれた言うんか。いやいや、よかったっす。じゃあもう変な、そんな古本屋で100円の漫画の本を生産とくるよりは。何やったら僕らレシートあるんで、レシートの何らかとかでまとめて買った方が早いかもしれないですよ。いやいや、それ終わってます。1本ずつやりますよ。じゃあ、楽しい。え、何だけで、何だけサイコロで決めようか。ああ、いや、任せますよ、そこで。え、ダクソ何本ですか、これ。ちなみに2500。おっちゃんも最初適当になってくるでしょ、どうせ。いや、初めから適当やけど。
2000円。あ、普通2000円。ちょっとペース上げるわ。はい、ちょっと本気出してください。ごめんな、これアナログの商売しようかな。スペランカ、あ、有名なやつです、それみんなでワイワイスペランカ。確実におっちゃんが儲かるように、1500円、おっちゃんが確実に儲かるように書いておくんで、別に何もでもいいっすよ、極端な話。まあ、一応全部で確かに40、一応参考のためにして、はい、あとはヒカル君の会社で安くしてくれたらいいんですよ。俺がっすか。まあまあいいっすよ、できてはいい。3000円でか、高いな。かぶりいいっすね、おっちゃん。ちょっとあれな、安くしてよ、あと一応これ定価な、一応ね、うん、はい、安くしてよいて。普通よそ言ったらあれやね、よく持ってたらアップなる。あー、逆に、うん、いい、そうね、違うか、ここよく持ってったら逆に安くなるんだ。逆なんですね。あー、高くなるとかあるんや、そういえば。まああるやろ、いいやつかな、確かに。星のカービィ3000、基本3000円以上ですもんね。高いな、一番高いの今のスマブラの3500円かな。あの台風の達人が高かったな、思った以上。これできたな、ちょっとこれ俺も。あ、そう、まだまだあるから、だってこんなやっておけば。ええの、構えへんな。これでもどうしたんやろ、一番いや、だからレシート見て、それで半掛けとかで買った方が早いんちゃう。絶対儲かるように、おっちゃんがしてくれるの。いいっすよ、ええとこあるな、はい、レシート見して。レシート、レシート見してって、何もやな、これ全部で48万ぐらいした時ですね。ほうほう、じゃあおっちゃん、領収書484,616円で、これさっき買ってきたばっかりなんで、ほう、日付も載ってるんで、これが一応明細なんで、これ100本分のやつですね。はい、もうここからずらーっと買ってる、これが全部です。はい、だからこれをおっちゃんがなんぼで買い取ってくれるか、もう別にいいねでいいっすよ。いいねでいいんや、ある程度。はい、気になるな、これどれくらい言うのか。名前さっと入れます。安くしてくれるの。安くしますよ、普通に。半額です。お、いいっすよ。これが何なんか、よう分かる。これが多分任天堂ラボってやつで、3つ買うと思う。これが一番高そうに思うけど、でも多分安いっすよ、これ。だからいいっす、多分。まあまあ、これに含まれるんやろ。はい、含まれてるはずです。間違いないです。まあ、なんだこれ、ほんまに。おまけ、こんだけ持ってこれ組み立てれるやつですよ、確かに。組み立てれる、こんだけ持っててくれて10万言われへんやろ。ぶっちゃけこれ半額でもだいぶ得やね。ほんまっすか。全部ね、正直ね、ゲオに内緒やけど、はい、ゲオ高いからな、売り値が。へぇ、ゲオに内緒やけど、言ってまあ全然乗って高い思うで、はい、あ、これや、ニンテンドラボ安い、5800円とか2000円とかする、2900円とかする。いや、意味が分かれ、ニンテンドラボ一緒やろ。あ、ほんま。いや、なんか、1、2違うタイプ、ね、タイプが違いますね。タイプ1、2、3であるんで。なるほど。3が6000円しますね。へぇ、本当ミクはまあ半額ぐらいでしてくれたら一番。あ、いきます、ね、じゃあ、それで OK っす。うん、それで終わったら面白ないから、こう20万にするか30万にするかを。あ、じゃあ、あ、なんかジャンケンで決めました。半額いうことは24、5万やろ。はいはいはい、ちょっと普通すぎるやん。まあ確かに。じゃあ僕がジャンケン負けたら20万にします。うん、俺が負けたら30万。はい、わかりました。ジャンケンします。結構でかい、結構でかいですね、5万のサイコロあるけど。あ、サイコロできます。じゃあサイコロ、これ目が多い方が勝ち。あー、あー、いいっすね。天井あり、大丈夫です。法律に触れへん。いや、そんな知らん、わかんないです。まあでもおっちゃんのどっちにしろいいねなんて、結局これ買い取りで決めることなんで、値段って。僕らはどっちでもいい。決めて、はい、1個、2個、3個、何個でも。例えばこれ、これのトータルな、これやったら、まあ、トータル3個でしょ。じゃ1回勝負、1回勝負です。1回勝負で、ほなら数字の多い方が勝ちな。はい、うわー、勝ったら30万やな。わかりました。勝ったら20万な。でかいですね、これ。いきます、じゃあいきます。全部1回ちゃうな。はい、この負け、うわー、強い地獄。15。これめっちゃ強いです。めっちゃ負けました。負けたな。やること言わんでよ。強っ。これ30枚だもん。普通や。まあええわ。普通スタブ。はい。15。15っす、僕。そんな15で同点。負けました。9です。強すぎる。強すぎですね。やば。じゃあおっちゃん20でいいっすよ。いやいやいや、そんなそんな。いや、いいっすよ。でもおっちゃんで、いやいやいや、させがしてもらってるんで、僕も。いやいやいや。そんなほんま。はい。おっさん。400万の男なんで、400万再生の男なんで、おっちゃんは。動画の再生で言ったら3本で1200万再生ぐらいされてるんで、おっちゃんは。だから僕らも逆にこの動画で多分稼がしてもらうんで、20万で全然いいっすよ。こんなんで再生伸びるんですか。まあ伸びます、多分。おっちゃんいるんで、ちょっとネタ的には弱いと思うけど。いやいや、すごいでしょ、結構これこんだけ揃えてるんですから。いや、これはすごいけど。はい、全然いいっすよ。あ、すいません、ありがとうございます。はい、いいっすよ。いや、俺からして20万になるんやって感じだね。ほんまに、ごめんね。あ、全然いいっすよ。はい、うちなんかこういうので買ったらもうちょっと安になるやん。中古買ってきたんだって、俺。中古買って中古そのまま流して半分以上になるってすごいな。ちょっと君、ええんやろか。負けたのにな。いいっすよ。あんな勝負なかったようなもんなんで。あ、すいません。はい、10。はい。10。あざっす。いや、こっちこそすいません、ありがとうございます。はい、
はい、じゃあ買い取りのやつ買いきまして、20万円もらいました。いや、ビデオが撮れたわ。お疲れ様でした。いや、こっちこそすんません。はい、まだ何か欲しいもあって連絡してください。毎日します。はい、半年に1回ぐらいはおっちゃんと会わないとダメですね。そんな言うてくれも、はい、人生の刺激になりましたね。どうですか最近儲かってますか。いや、相変わらず一緒ですよ。今日電話した時まだアイドンですかって誰か言われた。そうっすね、もう潰れとんちゃうかなと思って。光るチャンネルにまだやっとんですかって。いや、結構なんかいつ潰れてもおかしくないような感じ出してるんで、雰囲気的に。何言うと思う、まあ、光るやつって言うから潰れねえの、まだ早く潰れると。まだ次はフルホームできますよ。前俺ら買っちゃったんで大変。ドラッコンってマスコンですか。え、マスカラがや。えほら、あんまり入れてない。あーあー、じゃあ持ってくる必要あるな、ここ俺らが結構確かにすっからかんやもんな。おっちゃんまだ持ってきますよ、俺がまだ2番が。女の子の方はいいよ。あ、女の子じゃなくてもっと2番が持ってきますよ。売れそうな漫画。あ、売れそうな漫画。はい、大変まで持ってくるんで、うん、任せてください。待ってて、来ます。ありがとうございました。今日はいやいや、すみません。ありがとうございました。何の時間もやろうか。いやいや、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、コーヒーだとかな。いや、大丈夫です。大きい大きいコーヒーか、小さいコーヒーかい。いや、大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、相変わらずやっぱのっちゃん面白いね。面白いね。なんか憎めへん感じあるよな。いや、まさかね、48万円で買ったやつがあんな高く売れると思ってなかったな。だって普通に30万ぐらいで買い取ってくれそうな勢いやったやん。全然ありっぽい。30でもあらり出るっぽいもんな。そう、そう考えたらゲームってやっぱ高いんやなっていう思ったな。高い、すごいな。スイッチすげえな、マジで。いや、スイッチやばいね。まあでもこれでおっちゃんがね、喜んでくれて20万で買い取ったやつを多分まあ34、5ぐらいで売れるわけなんで、15万ぐらい出てくるわけや、利益が。ああ、確かに、そういうこと。やってくると嬉しいですね。はい、というわけでとりあえず今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。次はもう大量の古本持ってくるか。どうやら古本屋に。おっちゃん驚かしたいな。1万円で金いくつぐらい取れるか、今から物件本番でチャレンジしてもらっていいですか。どうしよう、20個ぐらいは取らな、カットしたんだ。やばっ、やばっ、すごすぎる。何さっきの、ちょっと古いな。カットはげてないぞ。今まで一生かっこよかったかもしれない。どういうことやねん。今まで本当に。